皆さんこんにちは、草野美希です。宮武哲郎です。オフトピックでは最近気になったアメリカのスタートアップやテックニュースをゆるく話をするポッドキャストです。今回は IPO とダイレクトリスティングについて話をしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで IPO とダイレクトリスティングについて、はい、でもそもそもこう今年はテック IPO がすごい多かったなと思って。かなり多かったですね、はい、で過去にもなんていうか Uber だったり WeWork とか、WeWork はしなかったですね、はい、そうですね最近のそのリフトだったりとか、はい、IPO が多かったですねっていうのを過去の回でもしてきたと思うんですけど、今回は、はい、あの IPO でそもそもどういうふうにやるのかというか、はい、流れとかで最近トレンドになってるそのダイレクトリスティングっていう方法についても話をしたいなと思ってます。はい、はい、で今回はこう宮武さんがこう詳しいいやいやいやジャンルなので、はい、すごいあのいつも以上にお任せしようかなと思ってるんですけど、はい、そもそもなんていうかアメリカの IPO のやり方というか、はい、そのフローって簡単に聞いてもいいですか？そうですね、僕が話すのは割と後半の方になるんですけど、まあはい、そもそもこのトピックが、まあ、そのダイレクトリスティングとか、まあ、この IPO の話と、うん、まあ、今のプロセスとその課題が、はい、なぜ出てきたかっていうと、まあ、今シリコンバレーで流行ってまして、で流行ってる理由とすると、あのベンチマークのパートナーのビルガーリーさんっていう方、まあ、いわゆるウーバーの、はい、社外取りでもあって、はい、あの彼がラブハブとかそうですね、まさにあので彼が、これについてかなり最近語ってまして、実際にテッククランチのディスラプト、はい、あのサンフランシスコですね、秋最近あったやつですね。そうです、最近、あったイベントの実は 裏で、ビル・ガーリーさん自身がイベントを開催しまして、わざと合わせたんですか？まあ、わざと合わせてないと思うんですけど裏イベントをやってまして、意外と結構投資家がそっちに行ってしまったっていう話があったんですけど、招待制のイベントでめっちゃ気になります、ね、はい、で Spotify の、CFO とか話したりとか、 Slack の、 あの方が話したりとか、あと、セコイアのマイク・モリッツさんが出たりとか、あのかなり豪華ゲストを、まあ、ビル・ガーシリーさんは有名なので、はい、あのシリコンバレーではあの超有名投資家ですね、はい、あのそこで、イベントを実際やりまして、はい、でそこのイベントのトピックはただ一つあって、ダイレクトリスティングを広げようっていう、話で、ダイレクトリスティングのメリットデメリット、はい、まあ、今の上場普通の IPO のプロセスのデメリットは何かっていう話を、彼らが、ひたすらやっていたというところですね。でそれがすごいあのシリコンバレーで盛り上がってまして、はい、で今回、まあ、それもあって、まあ、いろいろちょっと勉強してあのちょっと話そうかなと思いましたと。直近そうですね、スラックとスポティファイは、そうですね、去年がスポティファイで今年がスラックで、で噂でいきますと、まあ、Airbnb が、来年おそらくあの1月か2月ぐらい上場するっていう噂があるんですけど、彼らも半、まあ、半々、まあ、それ以上の確率で、ダイレクトリスティングするんじゃないかと。まあはい、そうですね、最近こうダイレクトリスティングの話をよくニュースとかでこう見るんですけど、自分もそんなによく分かってないので、ちょっと今日教えてもらいたいなと思ってます、はい、で、まあ、まずそのダイレクトリスティングを分かる前には、その IPO の今のプロセスを分からないとダメなので、それに関して関して課題があるので、ダイレクトリスティングっていうのが出てきてますと。で、実際にプロセスでいきますと、まあ、これかなり後半の、まあ、いわゆる上場準備とか、まあ、いわゆる主幹事とか、全部選んだ後の話でして、はい、そのプライシングを、いわゆる公募価格を決めるにあたり、はい、まあ、いろんなあの投資家、まあ、信託、に、会いに行かないとダメと、はい、まあ、いわゆる、その本当に小さい時の、まあ、スタートアップが小さい時にファンドレイズ、はい、調達しに行く時に投資家に会いに行くように、上場する時も、いわゆるその投資家に、はい、いろんな投資家に会いに行きますと。でそれを、まあ、インベスターロードショーとかってかなり、はい、よく言うんですけど、でその中で、まあ、大体あの CEO でしたり、まあ、CFO が、必ずいて、まあ、それ以外に創業メンバーとかもいたりして、で、まあ、いろんな、まあ
大体、個人個人、まあ、各社に対して、はい、大体45分から50分ぐらいのミーティングを設定して、まあ、それ設定するのは全部主幹事が裏でやってくれるんですけど、で、彼らの、ガイダンスのもと、いろんな人に、ミーティングをしていろんな投資家に会って、はい、まあ、あのいわゆる、実際に調達する時の、と似たような、はい、あのなんですかね、資料を用意して、まあ、こういう、まあ、ピッチデックみたいな、それのもうちょっと詳細版みたいなを、プレゼンを、しますと。で、そのプレゼンの後にあのその主幹事が、まあ、裏をその投資家と裏を取って、はい、まあ、実際どれだけ興味ありますかと、この会社に投資するのっていうのを、チェックしますと、まあ、いわゆるその興味度ですねをチェックするんですけど、その時に、ブックっていうのがありまして、まあまあ、直訳すると本なんですけど、はい、その、まあ、いわゆるプライスブックでして、そこに、どれだけ需要があるかっていうのを書き込むんですよね、主幹事が。その各投資家、各投資家ですね。で、一番興味が高い投資家だと、その価格が、市場に出た価格でいいと、まあ、いわゆるいくらでも、はい、買いますと、はい、っていう、投資家もいれば、この会社だと、株価何円、まあ、何ドルだと、買います、100億買いますとか、はい、50億買いますとか、はい、まあ、それで、順番付けられますと。なるほど。まあ、いわゆる一番、デマンドが、まあ、一番買いたい人が一番上で、はい、一番買いたく、まあ、買いたいけど、低い値段が、一番下ですと。で、それに応じて、まあ、どれだけ需要があるかっていうのを、決めてますと。で、昔だとそのブックすらあの発行会社が見えなかったんですけど、見せてくれなかったんですよ。いや、会いに行くのはあの発行会社もするんですけど、そのブックっていうもの自体は主幹事が全部管理していて、で、まあ、ここ最近だと、全部見れるようになりましたと。で、場合によって VC も見れるようになりますと。へ、まあ、もちろん社外取りとかで入ってる場合ですと。なんで、そこで、そうですね、そこで、まあ、どれだけあの、まあ、この信託とか、まあ、このファンドは、すごいいいので、はい、もっとあった方がいいよとか、うん、ここは絶対あの受け入れようっていう話を、はい、その主幹事がガイダンスするんですよね。うん、まあ、いわゆるその発行会社としては例えば100億調達、はい、するとなると、その中で、アロケーションを決めないとダメですと。なるほど。普通にあれですね、資金調達、ね、資金調達とほぼ同じで、ただ、まあ、価格のレンジがかなりあったりとか、まあ、なかったりとかするん で、その中で、そうですね、まあ、主幹事が結構ガイダンスをしてくれますと。で、そこで、まあ、主幹事と、話し合って、そこで株価を決めて、で、その株価を、その主幹事が、まあ、売りに行くと。その主幹、そのブックの内容を加味して、はい、そのプライシングを決めて、でそれを、まあ、あの上場前までに例えば100億調達したければ、上場前までに100億分を、調達しに行きますと。でそれで実際に、まあ、IP をして、でそれで、はい、その後発値が、はい、決まるという形に、今なってますと。なるほど。はい。なので結構この主幹事っていうのがメインプレイヤーとして入ってまして、うん、まあそれは、理由としては簡単でして、あのやっぱりあのスタートアップを立ち上げる人ですと、うん、まあ、あの運が普通に良いだけでも、まあ、運良くて1回上場できるかどうかじゃないですか、大体の人って。はいはい。まあ、2回できる人なんてほぼいなくて、うん、1回ですらすごい難しいじゃないですか。はい。それに比べてバンカーですね、まあ、あのその投資銀行とかは、まあ、年間 3,40 件とかやってるのが普通なので、はい、あの彼らとしてはすごいあの信頼性があると。まあ、何回もやってるのでプロセスを彼らに任せたらいいんじゃないかという話で、かなり、その新あ、主幹事、まあ、バンカーに、力があると。かなり、まあ、彼らの、言い分が通りますと。なんかこの前にやったそのウーバーの上場の会で、はい、その主幹事の決め方、モルスターになったと思うんですけど、はいはい、その決め方が結構いろいろ面白かったって話が
あの前回であったと思うんですけど、はい、今人気の主幹事の会社ってどこら辺なんですか？今ですとテック系ですとゴールドマンとモルガン、スタンレーがやっぱり多くて、でその中で JP モルガンが3番手で入ってまして、でそこがまあ2番手ぐらいになろうとしてるみたいな話は聞きますね。でも主にその 3社ですかね。なるほど、はい。でただこのプロセス自体にはいろんな課題がありまして、まずはまあこのバンカーにすごい力があるっていうことがかなりきつくて、まあなぜかというと、そのまあいろんなあのまあ信託銀行でしたり、いろんな投資家に会いに行くときにかなりあのフィルタリングをされるんですよね。まあこの中このまあいろんなまあ今世の中にだいたい9000社のその信託銀行ってあるんですけど、あのその中の5社から10社ぐらい、あの主幹事が選んでここに集中しましょうと、ここの関係性は絶対取った方がいいですと。あ、ちょっと難しくなりましたあ、いわゆるその、はい、あのアロケーションを、まあ、例えば100億上場で調達するときに、はいはい、100億調達するあの投資家を決めるじゃないですか、はい、その投資家を決めるときにあのいっぱい投資家っているんですよ。あの投資をしたい、はい、で投資家あの例えばその信託銀行とか、はい、まあ、そういうのがいっぱいいるんですけど、うんうん、なぜか、いっぱいいる中で主幹事がこの5社から10社ぐらいにちょっと絞りましょうと。なるほど、主幹事が投資家をピックアップするんですね。ピックアップしてここはちょっと関係性は絶対、外さない方がいいですと、うーんっていうのを言ってくるんですよ。なるほど。で大体似た5社から10社なんですよ。だいたいゴールドマンとかあのモルガン・スタンレーとかだいたい言うのがだいたい似たような5社から10社で、で、それは、まあ、結構中のデータを見るとあの、まあ、単純にあのその5社から10社を選ぶ理由とすると、まあ、いくつかあって、一つはそのアンカー投資家になるみたいな、アンカーインベスターって言っていわゆる長期で持ってくれる投資家なんで、まあ、それはその株価が変動しないようになんか一定下がらない安定株主っていうところを押してきたりしますと。ただ、はい、実際に彼らのプライシング、はい、まあ、いわゆる提示した株価、はい、ブックで見ますと、はい、結構低かったりするんですよ。それはなんで選ぶんですかね、うん、なんで選ぶってなるじゃないですか。普通にお付き合いでって感じですか？で実際に見ると、まあ、クライアントなんですよね。あ、なるほど。っていうのもあって、まあ、ちょっと後々 なぜバンカーがそういうことをやってるかっていうのを見るんですけど、はい、まあ、そういうのが、ありますと。でそうするといわゆる需要を無視してるっていうことになるんですよね。いわゆる高い値段がのバイヤーがいっぱいいるのに、その中でなぜか低いバイヤーを選んでますと。うん、確かにおかしいですね。それはまずおかしいですよねと、はい、でさらにバンカーが大体、その株価を決めるときに言うのがオーバーサブスクライブドにしましょうと、うん、なるほど。で、オーバーサブスクライブドっていうのはその予想以上に投資家が集まりましたっていう、あ、まさにそうですね。で大体10倍から20倍ぐらいにしましょうみたいなことを言ってくるんですよ、はい、まあ、いわゆるその、まあ、この株価だと、まあ、10人しか入れないのに100人入りたいですみたいなことにしましょうと、はい、うん、でもそれって普通に考えるとこれって需要を見逃してるっていうことですよね、はい、確かに。で多分あのバンカー側としますと、まあ、いわゆるあのちゃんと100億調達したいっていう話で、うん、株価をちょっと下げた方がいいんじゃないみたいなことを言ってるかと思うんですよ、はい、うん、でも結果としてはあの、一番その主幹事に全部任せてるので創業者が、まあ、いわゆる自分がそのプロセス分かってないの でバンカーは 3,40 回毎年やってるんで彼らに任せないとよく分かんないことになってるみたいな。なるほど。っていうのがギャップがあって、こういう、まあ、あのことをいろいろバンカーがやり始め、まあまあ、昔からやってますと。で、まあ、もちろんちゃんとした理由もあるとは思うんですけど、はい、まあ、一応今こういう状況になってますと。で、そこで、あのよく起きるのが、まあ、初日、まあ、公開した初日に株価がかなり上がる傾向がありまして、ね、はい、まあ、アメリカだと IPO ポップって言うんですけど、はい、そのポップって、
誰に対して意味があるのっていう話を、ビル・ガーリーさんとかが、問題提起してまして、はい、それって発行会社にとって意味ないんですよ。なぜかというと公募価格で調達してるので、はい、あその100億って、まあ、例えば実際に事例を出しますとデータドックっていう今年 IP をしたテック会社があるんですけど、はいはい、そこの公募価格が、27ドルでしたと、はい、で実際に、初値ついたのが40ドルですと。倍ぐらい違います、ね、だいたい 1.5 倍ぐらいですよね。上がってますと、はい、で、ただ、主幹事はオーバーサブスクライブと、まあ、いわゆるめちゃくちゃ需要があったっていうのは知ってまして、35倍オーバーサブスクライブだったんですよ。でそれは、実際知ってたんですよ、はい、なのにこの株価に設定していて、それってどういう意味合いかといいますと、実際に、その会社はその、まあ、40ドルの株価で調達できたわけ、はいっていう話、ね、分かってた話ですよね、はい、でその価格で調達、していれば、うん、まあ、いわゆる300億分ぐらいの価値を、そこで、見逃してると、損してますと、うん、はい、でそれが、実際よくある話で、IPO ポップっていうのはわざと低く設定してるみたいな、はい、で多分、一部の、人が、まあ、その主幹事とか多分一部言ってる理由としては、その IPO ポップっていうのはすごいいいっていう話をしていて、うん、でなぜかというとそれは、なぜか今のメディアだと、初日に株価が上がるっていうことがすごい、いい会社として見られるからっていう話で、まあ、すぐに下がるよりは上がった方がおーってなるからっていう、うん、っていう話なんですけど、それってすごい短期でしか見てない。本当に で特にアメリカのメディアってすごいウォールストリートを短期しか見ないってすごいバカにしてるのに、はい、なぜかこの、そうですか、そうです、そうです、なぜかこの IPO ポップはなんかメディアが、あ、この会社すごいイケてるじゃんみたいなことを短期で評価してた、短期、めちゃくちゃ短期で評価してますとでもそこではないですと。へえ、それ面白いですね。なので結局この IPO ポップっていうのは単純に、はい、主幹事のマーケティングの戦略でしかなくて、まあ、いわゆる全部任せて、全部任せてくださいと、はい、で、あとは実際上場、まあ、例えばニューヨーク、はい、取引所機関所に行って、はい、ちょっとベルを鳴らして、はい、ちょっとかっこいいようにやって、ちょっとですかね、紙吹雪を浴びてでみんなチヤホルされて、でメディアでポップがあったから、うん、なんかすごいいいように見られて、うん、でいいじゃんみたいなっていう、で裏でうちら金儲けしますよっていう、っていうスキームになってるんじゃないかという話がありまして、そんな単純な、はい、単純というか、まあ、うん、まあ自分が主幹事担当したところが伸びてますよっていうのを確かに見せれますもんね、うんうん、そうなんですよね。でそこで実際にこれってでも別に今年だけの話ではなくて、昔からのこの IPO ポップっていうのがあって、はい、で実際にそこのいろいろ数字を分析した、フロリダ大学の教授がいまして、ジェイ・リッターさんっていう方なんですけど、はい、一応アメリカではミスター IPO って言われてるんですけど、ミスター IPO っていろいろ IPO の分析とか彼やってるんですごい名前ミスター IPO って言われてるらしいですでめっちゃ IPO した人みたい全然 IPO は彼にしてないんですけど、 IPO にめちゃ詳しい、めちゃくちゃ詳しい人らしくて、で彼は過去40年分の、いわゆる VC が、はい、VC のバッキングを受けた、会社の、はい、IPO を見た結果、うん、この初日だけで、そのいわゆる公募価格と初日、まあ、24時間公開された後の株価を、見ますと、大体、まあ、ここ40年ぐらいで17兆円ぐらいの損をしてるんですよ、発行会社が。発行会社側が。でぶっちゃけこの主幹事も、例えばこの信託銀行がいいって、はい、その5社から10社選ぶじゃないですか、9000社いる中で、はい、でそのアンカーインベスターだからいいじゃんみたいな話をするじゃないですか、うん、でもそのアンカーインベスターって
特に何年持つっていう義務も何もなくて、初日に売ってもいいんですよ。ただのその印象というか、印象ですね、過去の経験の中で、はい、ここは安全安定株主みたいな、ただ別に半分最初日に売ってもいいですし、そういう規約はあるわけではない、何も規約はないですと、まあ公開株なんでもう自由ですとっていう話なので、でここ18ヶ月間では、それが 1.2 兆円分ぐらいの価値が失われてるんですよ、初日だけで。なんで結構加速してるんですよ、この、はい、で、本当に初日に特にその加速してるのはその、はい、値がそもそもつきやすくなってるってことですか、この過小評価しすぎとかが、結構あるとか、多分そういう話とかだと思うんですよね。でっかいピオも増えてるっていう、でっかいピオも増えてるっていうのが一番あると思いますね。はい、で、実際に一番損するのって創業者だったりするんですよね。もったいないですよね、まあ、すごいもったいなくて、で、過去その10年間 の、 その VC バッキング の、 その IPO を見ますと、はい、平均 21% アンダープライシングされてまして、結構あります、ね、結構あって、で、しかも詳細見ますと、そのゴールドマンサックス、モルガンスタンリー、JP モルガンって一番その IPO 面倒を見てた、会社が、一番ひどいですと、うん、ゴールドマンサックスが 33.8% アンダープライシングしてまして、うわ、でモルガンスタンリーが 29%、 JP モルガン、JP モルガンが 22% と、結構やってますと、はい、まあ、全体的過去10年のアンダープライシングの、うち大体 81% がこの3社がアンダープライシングしてますと、金額ベースでいきますと、なんでみんなそこを選ぶんだろうってぐらいしてますね、まあ、そうですよね、そうなんですよね。ただやっぱりゴールドマンだから、まあ、信頼するっていうのはいまだにあって、アメリカでも、まあ、そうですよね、まあ、経験値もあるし、そうなんですよ、名前も知られてますし、うん、でなんかそれってすごい不思議に思っていて、うん、例えばアマゾンってそのまあ、世界代表する会社が、はい、例えば段ボール箱を、まあ、彼ら大量に仕入れてるので、はい、買いに行く時って一番いい値段をもらうじゃないですか、大体、うん、はい、まあ、より大量に買うんで、はい、でいい会社なので、はい、なのにシリコンバレーのトップティアの会社、まあ、いわゆる IPO する会社がなぜ、バンカーを選んだときに一番最悪なエクセキューションをもらえる与えられるのかっていうのが結構意味わからないという話でして、でしかもこの例えばゴールドマンの 33% のアンダープライシングを見ますと、はい、それプラスバンカーって IPO フィーを取るんですよ。で平均大体まあ 7% とか取るんですけど、 IPO フィーっていうのは IPO した調達額の、パーセンテージをもらえるんですよ。あ、そっか、なるほど、調達に手伝ってるので、でそれって、まあ、大体 7% ぐらいと見ると、はい、33% プラス、まあ、アンダープライシングしてるプラス 7% 払ってるっていうことは、はい、40% ぐらい資本コストかかってるんですよ、彼らとすると、その発行会社とかすると、それってかなりおかしい話で、そんなに払う必要があるのかっていうのは確かに、うん、でこの IPO ポップ、いわゆる株価が上がるっていうのは本当に大事かっていう話があって、なぜかというと発行体に関してはそんなに、うん、スタートアップに対してはそんなに、まあ、あまり関係ないのと、結果これって長期で見る戦いなので、はい、まあ、会社なので、なので過去の事例を見ると、例えばですけど今代表する、世界を代表する会社 Google、Amazon、Facebook って全員 IPO の発値で下がってるんですよね。下がってて今こういう状況じゃないですか。はい。なのでまあ長期を見るのが大事で、やっぱりこの最初のポップってあまり意味がなくて、で誰に意味があるかっていうと、やっぱりこのバンカーたちに意味があって、彼らとしては、まあ、一部、それ以外のフィーっていうの、フィーっていうか、まあ、いろいろ儲かってる主幹事、主幹事とかですね。なるほど。で彼らはまずその調達するアロケーションを、はい、いろんなクライアントに振っているんですけど、うん、それってやっぱいいクライアントに振ってたり、うん、まあ、今後ビジネスしたいところに振ったりとか、いいクライアント、まあ、そういうメリットがあるわけで、うん、で彼らとするとよりクライアントが低い値段で入ったほどクライアントは嬉しいじゃないですか。そうですね、高く売れるんで、確かに確かに確かに、
でそうするとバンカーってバンカーのインセンティブって低い価格で出すことじゃないっていうところが一個あるのと、であとは、一部の上場 の、 その、まあ、その契約次第なんですけど、はい、バンカー自体が、一部 の、 その調達額を変えるようになってまして、主幹事が変えると、はい、でそうなると彼らとしては低く入りたいじゃないですか、はい、で高く売りたいじゃないですか、はい、となるとインセンティブとしては公募価格を低くした方がいいっていう話になってしまうんですよ。で実際に Uber でこれも実際に起こってまして、一部は、それで、まあ、バンカーがモルガンでしたっけ、モルガンスタンレーでしたっけ、はい、確かが、フィーで多分50億とか、はい、そのぐらいもらってるんですけど、すごいですね、まあその普通の 7% で、はい、ただ、その後に別途彼らが一部 Uber 株を公募価格で買ったりしてるんで、そこで100億ぐらい儲かってるんですよ。なんでフィーの倍もらってるんですよ。なんかおかしくないですかとそれって公募価格を決めてるのもバンカーの、まあ、あのいわゆる主幹事の仕事なの で、 で、ね、それが、まあ、ここのアンカーインベスターをと提携した方がいいですよって、でここのアンカーインベスターとかはだいたいこの株価であの買いたいって言ってるのでここにしましょうって。なるほど、そのアンカーインベスターが言ってますよとはいつも自分のメリットも結構ある、自分のメリットも結構あるんじゃないかと、結構あると、へえっていう話で、これってなんか誰のための IPO なのみたいな。確かに発行会社としてはそこまでメリットなくて、うん、彼らがそれって彼らがちゃんとプロセスをコントロールしてなかった。今主幹事も主幹事であのいわゆるあの調達をするために頑張ってくれるのでプロモーションしたりとか、信託銀行とかに、うん、あの連絡したりとかするんですけど、うん、まあ、それって解決できるんじゃないかっていう話がいろいろあって、主幹事に頼まずとも、はい、でこのダイレクトリスティングっていうのが、一オプションとして今出てきてますと。面白い。でダイレクトリスティングとは、まああのまあ、直接上場って言うんですけど、はい、まあ、あのいわゆる、もう単純にその場であの調達せずに上場して公開株になると、その信託とか、はい、とあのから調達せずに、そうですね、まあ、いわゆる公募価格、まあ、事前に調達せずに単純に市場に出て今の既存持ってる株を、はい、売りに出しますと。 なるほど。なので、大体その、まあ、株主、まあ、創業者、はい、従業員、はい、投資家、まあ、VC ですね、はい、今既存の、投資家上場の時にあの投資してくれ た、VC とかが、株を売 る、 うん、なるほど。それによって、まああの売買が始まり調達が、でその後、ダイレクトリスティングの場合ですと半年後に、調達が可能になるので、そのタイミングでまあ、あのお金が欲しければ、発行会社がお金を調達したければ、はい、そのタイミングでする。ああ、なるほど。じゃあタイミングとしては、はい、普通の IPO よりも後、あのお金が発生するのは結構後、お金が発生、今調達できるのが半年後になってしまうとっていう話なんですけど、実際に、まあ、調達が必要な会社って、まあ、ちょっとずつ少なくなっていて、まあ、しかもその直前に調達すればいいっていう話もあるので、確かに、なんかそもそもなんか IPO する必要とはあるんですかっていうのは、うん、その調達額が増えて、そうですよね、まあ、言われてると思う。まさにそうだと思います。でそこはやっぱりスラックとかスポティファイとかも、まさに彼らがダイレクトリスティングした理由って、あの調達することではなくて、単純にその流動性を与える、まあいわゆる既存の株主でしたり、はい、従業員に対してあの売れるようにするとか、そういう話が結構あったので、あのまあ、あのそういうところでこういう流れが来てるんじゃないかと。なんかその最初に投資をした投資家だったりその創業者に対して、はい、一番綺麗な座組というか、うん、その頑張った人たちが報われる。そうですね、特に創業者にはっていうのはありますね、うん、でダイレクトリスティングですと1日目からやっぱ創業者とか全員売れるので、ロックアップみたいな、ロックアップっていうのがなくて、まあ、通常の IPO ですと大体半年のロックアップ、まあ、いわゆる既存株主が全く株を売れないことになってまして、でその理由としましては、まあ、いわゆるその一気に
売ってしまうといろいろ株価が変動してしまいますと。で、まあ、それ以外に実は主幹事、まあ、バンカーってそれ以外にあのもう一個の理由でロックアップってつけてるんですよね。でその理由としましてはあのその半年後に、まあ、結局半年後に既存の株主とか売ってしまうじゃないですか。でそれで株価変動って起きる可能性ってあるじゃないですか、うん、でそれを起こさないように、もう一回調達しましょうと。ほう。もう一回セカンダリーリスティングって言って、はい、もう一回調達できるんですけど、はい、でそのタイミングでもう一回同じプロセスをやるんですよ。え？バンカーって、ま、あのもう一回、はい、そのブックを使って調達をこの会社がいいってこの信託銀行いいですよっていうレコメンドして2週目できるんですか？2週目ができるんですよ。だいたいそこの日って結構高かったりするんですよ。でそれを、やってまたセカンダリーフィーをもらってでまたちょっとディスカウントしようよみたいな。そうです、そうです、まさにビジネスなんですよ。へえ。で彼らがそのダイレクトリスティングやらない方がいいっていう、話を してるときはあの最初に、公開株になるときに、はい、売る人が少ないんじゃないかと。なるほど。でいわゆるあの売るボリュームが少ないと買うボリュームも少なくなるので上場として成り立たないと。でそれは確かに、いい懸念点でして、はい、でただそれを、VC が売らないっていう話はなくて、やっぱり VC も売りたいですし従業員も売りたいですし、そのリターンで、はい、で実際に Spotify も Slack もかなり売ってるの で Slack とか特に3社の VC が 40% ぐらい株持ってたので Slack の彼らが一部売らないと結構まずいことになってたと思うんですけど、うん、実際売りまして、結構でもそれなんていうかもっと持ってたらそのまあそうですよね、確かに、うん、すぐ、まあ、売れますよね、うん、でまあいろんな懸念点がダイレクトリスティングで出てるんですけど、一つよく言われてるのが、まあ、いわゆるあのよく世の中に知られてないと、ダイレクトリスティングってできないんじゃないかと。まあ、いわゆる昔だった、うん、まあ、あの昔っていうか、まあ、通常のプロセスですと、まあ、あの主幹事がプロモーションしてくれるんで、うん、なんでいろんな信託銀行とかその会社のことについて知ってもらえるみたいな、はい、でそれってでも今このテクノロジーがこれだけある時代で本当通用するあの話かっていうと全然通用しなくて、でしかも結構信託銀行とかあの大きなあのその投資家とかは結構そのレーターステージのラウンドに入る傾向に今なってるので、そもそも結構その会社も知ってますと。確かに。で、例えば、まあ、Spotify とかなんですけど、あの16時間 の、その会社説明の動画を流してるんですよ。どこにですか？ネットに。あ、なるほど。しかもライブストリーミングとかも普通にやってるんですよ。それは、一般に、知らせるために。うーん、いわゆる彼ら特にそんな動画があるんですか？ ありますあります。で特に Spotify はその CFO はすごいそこに対して懸念というか考えてまして、あの誰一人、そのどの投資家も、イコール、まあ、同じ情報量をも、あの提供したいと。ほう。なんかこの会社だけよりもっと持ってるっていうのは、もっと Spotify のいいところとか悪いところを持ってるっていうのは、与えたくなくて、フェアに全員同じ情報を提供しますと。なるほど。なので16時間の会社説明の動画を作ってそれを出してますと。なるほど。なんかまさにその、なんていうか主幹事がこうなんか選ぶとか選んだその人たちっていうよりは本当に平等に情報を与えて、まさにそうですね、いいところを選ぶっていうのができると。で、それをやることによってその、まあ、結構主幹事が選ぶ5社から10社の、うん、まあ、あの信託銀行とか投資家は損するんですけど、うん、残りの9000社、はい、あとは一般人、普通の一般投資家が、基本的にこのプロセスに一般投資家って入れないん で、 ですよ、ね、急にダイレクトリスティングになると誰でも入れるようになりますと。いわゆるあの自分がその株価で高い株価で買おうとすると裏であのアルゴリズムがあって、ウォールストリートで、まあ、ウォールストリートっていうかあの取引所 で、はい、でそれでマッチされたら、買えるようになるんですよ。でそこの仕組みってすでにもう出来上がっていて、昔から、
その仕組み自体はあって、でそれを活用しているだけですと。で、で今までですとやっぱりそのプロモーションできないとか世の中に知られてないっていうのが、まあ、一部の確かに懸念点としてあったんですけど、今だとやっぱりまあ YouTube でしたり、まあ、いろんなプラットフォームがある中で会社を知ることなんて全然できますと。 Spotify なんてみんな知ってますもんね。まあ、Spotify とか、まあ、今回 Airb とか、まあ、Slack とかは割と知られてた名前なんですけど、はい、普通の他の IT じゃない会社でもなんていうか、そんな全然なんかそういう情報を出せば、うん、まあ、投資家はそういうのを勉強する、いろんな会社を勉強する仕事でもあるので、そこであの全然ネット配信でやれば、うん、あのできるんじゃないかと。で多分後々そういう専用のサイトができるんじゃないかなと思ってまして、いわゆる Spotify の、 あの、 あのそのダイレクトリスティングするにあたりの、まあ、動画がいっぱい、動画はここにありますとか、資料とか、資料とか全部ここにありますみたいな、全部公開していますみたいな。そのサービスいいですね。なんか出そうかなと思ってまして。確かにその IPO をこう民主化するみたいな、うん、そう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 。なんでそういうなんか時代に入ってきてるのかなと思うと、結局その投資家がそのバイサイド、はい、まあ、いわゆる株を、はい、買う方、買う方なんですけど、あのほとんどの例えば100億調達する、200億調達する会社、だとあの、まあ、結構アロケーションが限られているので、うん、そのアンカーインベスターは、まあ、20億30億ぐらいあの確保できるかもしれないんですけど、その他の、信託銀行とかってあのその彼らとしては多分20億30億超あの出資したいのに、はい、実際に上場時 の、 その、 あの、公募価格を決めてその調達100億調達するときに数億とかしかもらえないんですよ。1億とか2億しかもらえなくて、それでもいい方だって主幹事から言われるんですよ。でもあのダイレクトリスティングだとその株価ベースなので、いわゆるちょっと高く張りますとかって言うと、あのちょっと高く買いますって言うと、あのその、まあ、払った金額、まあ、その株価であのいくらでも買えるので、まあ、ちゃんと流動していればいいんですけど、はい、なのであの実際に今回の、まあ、スラックとか Spotify で見たのが、あのより大きなポジションを最初から取れた、信託銀行とかバイサイド側がいまして、昔だとその結構長年かけて、はい、そこの徐々にスラック株をいっぱい取得するみたいな、いろんな一般の人から買い取ったりして、はい、結構大変だったのが、あの一気にそこも取れたと。なるほど。で逆に言うとそういう会社の方がアンカーインベスターとして結構あの、ちゃんとしてまして、確かに。で彼らだとなかなか入れないのが、このダイレクトリスティングに応じて結構入れて、ちゃんと大きな額も彼らを投資できて、よりいいプロセスになってるんじゃないか。その発行体側はそのここが投資したいですって言われた時にこちらにしますっていうことはできるんですか？操作は、基本的にできないです。まあ、いわゆる公開株になっているので、まあ、流動しているものに関してはあの、まあ、その裏のアルゴリズムベースで全部マッチングされますみたいないうところなので、まあ、あとはやっぱりそのあの、まあ、従業員、創業者、はい、あの既存株主が、うん、まあ、初日から売れる、はい、っていうところであの、まあ、彼らとしても、まあ、メリットが出るんじゃないかと。で結局ロックアップ、するまでに株価が下がったりする傾向がよくあるので、はい、うん、なんかそうすると結構従業員が一番儲からないの で、 結構シリコンバレーの一番あのかわいそうな人たちってスタートアップの従業員が一番大体かわいそうで、創業者って結構途中途中抜けたりできるんですよ。まあ、一部抜けたりとか、はい、まあ、今回の WeWork とかもまさに多分一番ひどい例なんですけど、そのあので大体か、投資家 VC 側は、はい、あのダウンサイドリスクを守るために優先株とか、あのいろいろ条件をあのラチェットとかいろいろ、まあ、ちょっと詳しく話すとあれなんですけどもう儲けてるんで、はい、最悪1倍回収とかが結構できたりするんですけど、うん、従業員って一番レベルが低くて、うん、まあ、いわゆるストックオプションとかしか持ってないの で、 で、ね、あの意外と儲からない、うん、意外と損する人たちになってると、仕事に貢献しているのに。そうです、そうです。なんでそこも、ちゃんとケアできるように、このダイレクトリスティングっていうのが、今
これから主流になるんじゃないかと。で実際に、これ多分来年はおそらく 5,6 社ぐらい出るんじゃないかと、ダイレクトリスティングするのが、はい。で、まあ、今後これをもっとどうやって増やすかっていうのが、まあ、ビル会社とかが結構、なるほど、まあ、頑張ってるかなと。VC 側からしても嬉しい話、まあ、すぐ売れますからね。確かに、うん、面白いですね、はい。で実際に今そのまあ、ゴールドマンとか、はい、あの JP モルガンとかモルガン・スタンレーの話をちょっと悪く見えるように話しましたけど実際彼らもこのダイレクトリスティングっていうのは気づいてまして、で実際に今回スラックとかスポティファイも実際手伝ってるんですよ、はい。ですよね、その主幹事の仕事を全部自社でとかできないんですよ、できないですもんね、はい。なので結果としてはその IPO 調達のフィーは取らないんですけど、その管理とかそこのフィーは取れるんで、そこで手伝うっていうのを実際今やってますと。で実際これが主流になる可能性もあるので、彼らが、そのアメリカ の政府の SEC とかも、うん、にも話してまして、このダイレクトリスティングのプロセスをよりよくできないかみたいな、うーんっていう話も実際行われてますと。バンカーの人もじゃあ結構前向き、結構前向きな、人も、いますと。で例えばそのダイレクトリスティングだと初日に調達できないのが調達できる資金もフィーも作るとかっていうのをいろいろ一緒に考えてるっていうのが今の現状なので、なまあ下手すると来年再来年ぐらいにその新しいダイレクトリスティングの、プロセスが見えるのかなと思いますね。なるほど。あれですね、でもその珍しいですもんね、その IT 以外でも、うん、あったりするんですかね。 IT 以外ですとちょこちょこ多分ダイレクトリスティングってあると思うので、うん、はい。でもそっか、なるほど、うん、うん。でまあそうですね、スラック、スポティファイもゴールドマン、モルガン、あと2社ぐらい実際に関わってたらしいので、うん、はい。でも確かにその創業者の人はほぼ初の IPO だから情報、まあたまあ、勉強というか多分分かるとは思うんですけど、うん、その主幹事のこのやり方に対しての知識量って結構、うん、情報の対称性があるから、うん、こう確かにその主幹事の方 がすごいこの仕組み提示されたら、うん、なるほどってなっちゃいますよね、確かに、うん。まあ、これはもうしょうがないというか経済理論として証明されているもので、うん、なんか片側が一生に1回しかやらないことで、もう片側がその年間20回40回くらいやってるところって圧倒的な差が出てくるので、どっちがどっちの、なんですかね、どっち側がメリットするかっていうと、やっぱり経験がある方がメリットするようにできちゃうので、 VC もそういう面もある。VC もそういう面もあると思います。やっぱ調達の知識ってやっぱり持ってるので、契約書の知識も持ってるので、そこの仕組みの提示をするときにやっぱりかなり知識を持ってるので、アドバンテージ取る人も全然いるかなと思いますね。なるほど、はい。そうですね、最近は日本だとくら寿司もニューヨークに上場したんで、まさかのくら寿司が日本の上場もちょっと期待しながら、日本でアメリカで日本の会社がダイレクトリスティングするんですかね。してほしいですね。ちょっとくら寿司はでもなんか買いそうですけどね、ダイレクトリスティングされたら。本当ですか。今うまくいってるんですかね。どうなんだろう。でもまあ、ま、アメリカ市場をこう開拓していくというところで、そうですね、ちょっと楽しみです。ちょっとじゃあ、はい、そうですね、じゃあ今日はこんなところで、はい、終わりにしたいと思います、はい。今回も聞いていただきありがとうございました。ありがとうございました。じゃあオフトピックではツイッターでも配信しているので、気になった方はアットマークオフトピック JP でフォローお願いします。で最近だとこうどういうエピソードがいいかとかちょっと聞いたりしているので、はい、ちょっと積極的になんか話しかけてくれると、はい、たまに最近宮武さんもツイッター結構アクティブに投稿してるので、やり始めてます。宮武さんのツイッターもぜひ。ありがとうございます。ではさようなら。さようなら。